ユメゴンドウは、クジラモカハクジラアモクマイルカカユメゴンドウ属に属する、珍しい海生哺乳類である。英名は、ピグミーキラーホエールであり、名前の通り身体的な特徴はシャチに類似している。ハワイや南アフリカにおいて、ユメゴンドウの群が捕獲された際、ユメゴンドウ同士が互いに殺し合ったことが、報告されている。一方、日本で捕獲された際には、 そのような行動は報告されていないため、そこまでの粘盲性を有することに関しては疑問な点もある。夢ゴンド族はマイルカカに属する族の一つ。夢ゴンド族に属するのは夢ゴンド一種のみである。夢ゴンドの初めての記録は1874年、ジョン・グレイによるものである。1950年代までは夢ゴンドは 大英博物館が所有している2個の頭蓋骨標本として知られているだけであった。1954年、日本のゲ類ル学者、山田宗里は、1952年に本州出身のクジラ漁師が捕らえた夢ゴンドを、珍しいイルカとして報告している。山田はその中で、頭蓋骨は、大英博物館にあるものと特徴が一致するが、身体的な特徴はシャチに似ており、 小さいシャチと呼ぶことを提案している。学名のアッテヌアタは、ラテン語で先細りを意味しており、夢ゴンドウの体型が、頭部から尾びれにかけて徐々に小さくなっている様子を表している。和名の夢とは、グレーによる1874年の報告の後、一世紀近くも、再び発見されることがなく、その珍しさを表現したものである。夢ゴンドウは、生態では、 体長2.5メートルから2.7メートル程度、体重は160キログラム長程度であり、他の多くの典型的なイルカと同じような大きさであるため、会場では他の種類と見間違えやすい。特にカズハゴンドウと見間違えることが多い。生まれた直後の体長は80センチメートルほどである。体型はがっしりしており、体色は暗く、特に背びれの下のあたりの色が濃い。 興奮はなく、頭部は丸い。体の横側は、明るめの色であり、特に腹部は白いこともある。口の周りや顎に白い模様を有する個体もいる。背びれは長く、少し針状に湾曲している。夢本堂は、人間が接近することを好まず、人懐っこいとは言えない動物である。スパイホップ、ブリーチングといった行動をすることもあるが、活発な動物でもない。 通常、10頭から30頭で群をなして行動するが、それ以上の大きな群をなすこともある。マイルカなど他のイルカなどを襲って食べる様子も観察されている。生成塾に要する期間など、詳しいことは不明である。ユメゴンドウは座礁することが珍しくなく、座礁した個体からは、糖則類や小さな魚類を食べると考えられることがわかっている。ユメゴンドウは、 かなり稀な種であると考えられている。生息数の外数としては、東、太平洋の熱帯海域において38,900頭という報告があるのみである。しかし、ユメゴンドウは世界中の熱帯、亜熱帯の海域に生息するため、全生息数は不明である。ハワイや日本の沖合での観察例は定期的に報告されている。インド洋のスリランカ周辺や、 大西洋の昭アンキル諸島近くでは一年中生息しているらしいことが分かっている。大西洋における生息域の北限は西側はフロリダ、東側はセネガルあたりである。ユメゴンドウは真に外洋性の動物である。ナショナルアウズボンソサイティガイドツーマリンマーマルズオブザワールド ISBN0375411420 エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ ISBN0125513402 マーク・カーワー・ディーンホエールズドルフィンズポーパセス ISBN0751327816 PR ウェイドティージェラダットエステマイズ・オブ・サテーションアバンダンス・ディストリビューションインザ・イースタントロピカル・パシフィックレップ INT、ウォル・コムボリューム43ピアニッシモ 477から493、ファーストーテヌーアタ FAO 改正哺乳類、図鑑国立科学博物館動物研究部、ありがとうございます。